て触ったのはプレステ2で買ったんですよね。でその時はまあ当時のね大学の友達とかと、まあ、わちゃわちゃ遊ぶくらいだったんですけど、まあ、そっからしばらく経って2、3年ぐらいですかね、2004年か5年ぐらいの時に、まあ、ふとゲームセンターでやってみたらですね、僕の波動拳をいきなりこうホンダがずっしりすり抜けてきてですね、まあ、それ見てなんかこうなんやこれと思いまして、それで面白くなっちゃって、まあ、自分でもねちょっと調べて研究してみようかなっていうところから始まって、まあ、気づけば今になってますね。まあ、これといって特に何かがずば抜けてるっていうふうには思ってないですけど、あの攻めだろうが守りだろうが受けも街も、まあ、嵐も何でもできます。なんで、まあ、相手のね行動に対してあの必ずズバッと、まあ、最適解な部分は出せるかなと、まあ、どっかのゲームではないですけど、カフェスの中においては、まあ、ミスター最適解と呼んでもらってもいいんじゃないかなと思っています。まあ、いかに相手のオリジナルコンボを食らわないかというところが今回のポイントだと思うんですけども、まあ、そのあたりの読み合いの部分、あと僕自分のキャラ全部白色の、ね、カラーで統一してるんですけど、これがね全部同時押しでめちゃめちゃ難しいんですよ。なので、まあ、そのあたりがうまくいってるかどうかっていうところには特に注目してほしいなと思ってます。ガンさんですよね、まあ、一言で言うと A グループの慣れの果てって感じですかね。まあ、はっきり言ってめちゃくちゃ強いです。他のシーグルの人で、まあ、というかどのグループでも彼に勝ち越してるっていう人っていないんじゃないですかね。まああの A よりをねここまで凶悪なキャラにしたのも彼ですし、ブランカもベガも、まあ、彼にしかできてない行動っていうのがあるというか、まあ、ちょっと人とは違う次元でプレイしてくるというふうに思ってます。まあ、今のプレステの中でね、まあ、最強の一人と言ってもいいというか、まあ、最強だとでも誰も文句を言わないんじゃないかなというレベルだと思います。まあ、A グループって一番強いって言われてるじゃないですか。僕はその A グループを倒すためにずっと考えてやってきましたし、今のキャラ構成っていうのもそれが根本にあります。もしねこれで A グループ倒せないんだったら C グループなんてやめちまえって思ってますし、まあ、なんだったら K グループ使った方がよっぽど、まあ、A グ以外には、まあ、勝てるからそっちの方がいいじゃんというふうに思ってます。なので、まあ、A グルに勝つっていうのは、まあ、僕の中でもカフェスにおいての、まあ、アイデンティティでもありますので負けられないかなと思ってます。ガンちゃんを倒すためだけにですね、もう大好きな K グル戦も封印してもう AR 対策し続けてきました。まあ、カフェス2の、ね、歴史が塗り替わる瞬間をぜひ見届けてください。お願いします。もともと KOF をやってたんですけど、地元のゲーセンで KOF があまり流行らなくなって、カフェスがすごい使えるようになったので、まあ、それをきっかけに僕もカフェスをやり始めたんですけど、まあ、やり込んだ理由っていうのは、まあ、結局はずっと勝ててなかったので、その勝つためにやり込んできた先が今っていう形ですね。はい。攻めるエーグルです。まあ、キックさんは、まあ、すごい上手い、そして強いプレイヤーなんですけど、僕がカフェスをやってきた中で、多分一番上手くて強いプレイヤーなんじゃないかなと思います。正直、めちゃめちゃ強いです。最強だと思います。そうですね。相手のキック
ちゃんはのキャラクターが ARG 特に強いキャラクターなんで、まあちょっとこう僕が勝つのは難しいのかなとは思うんですけど、ただ相手は AR 特化のメンバーがいるので、僕がここで倒せば今そのメンバーを使ってる意味っていうのがなくなると思うので、僕も絶対倒したいと思います。必ず勝ちます。前の一言をいただきたいと思います。まずキクさんからどうぞ。どうも皆さん、キクと申します。じゃあ一言いいですか。はい、おい、つとむあがん、まあ、今日負けても恥ずかしがることはないぞ。お前は最強のエーグルだ。ただ今日今から対戦する相手がお前よりちょっと強かっただけや。ありがとうございます。じゃあガンさんどうぞ。はい、あ、こんにちは、ガンです。今日はですね、こういったコンセプトマッチを組んでくださった、運営に関わってくださった弟子川店長と、ダイスさんに本当にありがとうございますと言いたいですね。いつもカプレスのことありがとうございます。それでね、対戦相手のキクさんなんですけど、プレイヤーとしては本当に対空とか差し返しとか、コンボとか状況判断とか、あらゆる面で本当に強いなっていうふうに思うんですけど、で、それをどれを取っても多分僕は、キクさんに優れてるところはないのかなとは思うんですが、一つだけキクさんより優れてるなと思ってる部分がありまして、それは気持ちです。絶対僕の方がメンタルは強いんで、そういう意味ではこの10先っていう、戦い、僕の方が多分勝てると思うんで、僕の気持ちをちょっと見てください。以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ、早速やっていただきたいとと思いますので、もう 1P、2P が先に決まっております。でルールは2人がもう決めたことで、最初に、1P がガンさん、 2P がキクさんで、先に5試合
勝った方が席を交代してそのまま最後までやるという形になります。よろしいでしょうか。はい、じゃあちょっと待ってください。デシカが OK を出したら、スタートボタンを押して始める形にいきます。で、今日はですね、コメントなんですけど、まあ僭越お、もしもし、もしもし、あ、入りました。はいはい。僕が A グル視点で解説で、C グル視点でガオ先生が解説ということになりますので、ガオ先生、あの退場から退場していただいたけど戻ってきてください。トイレ。あいつが一番緊張してるのか。おいお前が緊張してどうすんねんああ大丈夫ですか、ガオ先生。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、あの熱い声援送っていただきたいのはもちろんなんですが、まあ過度に騒ぎすぎないように、あくまであの主役はこの2人なので、まあそこをわきまえてみんなで盛り上がっていきたいと思います。大丈夫ですか。はい、じゃあ、え、何ですか。それはね、あのもうちょっとしたら発表します。はい気になるところですが、はい、じゃあ、2位のタイミングでスタートボタンを押して始めてください。じゃあ皆さん盛り上がっていきましょう。拍手。さあ、まあこの2人の最初なんですけど、ガオ先生的にはどう見てますかね。エイオリーをどうやってあの鬼炎から仕上げるのかっていう、まあそれも一個のポイントですよね。そうですね。その前にキクさんがどうやってリードを取るかっていうところも。This is gonna be a match to remember. さあまずは1本目。B 側のガンは先行ベガ、対するキクはシーカミ。さあこの組み合わせ僕も何回もやったことあるんですが、通常の相性がかなりベガが悪いのでなかなか厳しいです。攻めからもうめちゃめちゃ一瞬で消しましたね、ベガを。殺意に満ち溢れたんだ。いや僕もね、一時期あのキャミーに相手に、まあ、ベガ使って、まあ、結構勝てたんですけど、やっぱ彼の解説がマジですごくて、ちょっとこれ無理だなと思って、あの可能な限りベガを当てたくないぐらいまで彼のキャラ対策はあの仕上がりましたね。はい、さあ拾って、うまい。これはおっと、ちょっと欲張ってしまったか。ではリードは十分。ここで変なコンボを食らわなければいい感じに中堅戦には持っていける。おっと、着地に大ファン合わせて、おお、すごいところでジャンプライキックが当たる。あの中継は何だったんですか。ちょっと分かんないですね。もしかしたら何か新手の対策かもしれないです。さあ、キクは中継のサガット、たまる前にどうにかして倒しきった全キャンの下タイガー。さあこのサガットチュンリー、最高レベルのサガットチュンリーをイオリ一人でどうするか、これはすごい見ものだと思います。うまい、しっかり
ウェイキャノンをまず合わせて4割さあこれはしょうがない、これはサガットはどうしようもない。うまい、補正キスか。うまい、あっと上キャノンが出すもリードは引く。さあここはゼロコンをやらざるを得ないが前転からバカ。まず先手を取ったのはキク。鬼目はあの相手のゲージもやっぱりモリモリ溜めちゃうっていうところが、まあそうですね、桜が桜ほどじゃないにしてもやっぱ結構溜まっちゃいますよね。シーグルは、はい、鬼に比べて先にスパコン当てれたのが大きかったですね、やっぱりですね、はい、鬼に比べてもまあゲージまた回収できるし、うん、みたいなところが、うん、そうですね。まあ、なんでしょう、キクの、先方キャミーがしっかり先方を倒してそのままリードを守りきったっていう、まあ、盤石の立ち回りだったでしょうね、はい。さあ、対するガンズはここからどう動くか。This battle is about to explode. Fight. さあまた先方ベガを回す。さあこれがきつい。おっと。サイコもしっかり空中ガード。おっと。ミスったか。危ない。これで割れてしまうとまたレベル2からのコンボが入る。しかし粘っていくがまだ光ったままだ。ここでゲージがたまるのでベガがワンチャンが入って、さあバニコンで体力逆転。これは大きいですね。そうですね、作られたのが、はい、はい、ゲージゼロ同士でベガで、体力ある程度残しながら 100% ゲージを貯めたっていうのがやっぱすごいところですね。あっと、ちょっとヘッドプレスが出なかったか。ベガを仕留めたが中堅ブランカー、ゲージはもう少しでマックス。これは反則。ちょっと投げたところ、あっと、オリコンが出たがミスってしまう。ただし攻めは継続。あと電気が引っかかる。空中ガードをすると着地に隙ができてしまい中足が確定。さあ今度はガンが適度に電気がかかると足を出せなくて怖いです、ね、はい、そうなんですよね、あれ結構分かっていても食らってしまうっていう。レベル3のゲージを縦にどんどんブランカをゴリゴリ押す。危ない、うまい、食う対食う。おっと、さあどうする、あと一撃。オリコンだけは絶対に食らいたくないところ。これ現実のそうですね、はい、ブランカはゼロカウンターじゃなくてガードキャンセルが、弱いので、すいません、ゲーム間違えました。ああいう連打系のやつに、ガードキャンセルしても、発動する前にやられ判定が出てしまうので、負けることが多いです。
さあ大将戦もっと、ちょっともったいなかったか、ガンとしては命拾い。さあお互いうまい、まさかそこで前転が合わせていた。ヒットポイントで合わせましたね。そこから最大コンボ、一気に体力を7割ゲット。さあただまた溜まってるぞ。変な形で折り込み食らったら逆に上勝ちでしょう。さあここあっ、うまく逃げた。あっ、あっ、おっと、うまい。最後の最後でお互い勝負をかけた感じですかね。うん、で2回ともなんかキックの方に傾いたっていう感じですね。いやちょっとガンさん側としてはちょっと不運もあったところですが、ミスった後のフォローうまいですね。そうですね、はい。あ、なんかそれっぽいことしてちょっとムカつきますさあメリットがしっかりしたら、うん、ファイナル一回転。あとヘッドプレーミスかなと思います。最後のシャレで画面脱出。お互い何もしなかった。さあラインを少しずつキャビが出てきた。さあ前転から投げて、さあ前に歩く、スパイラル、スパイラル、ライコクラッシャーで削り、あの中足にスパイラルのスキルを打たないときは、あれは毎回スパイラル打っちゃうとね、あのリバース発動で、ね、割り込まれたりするんでね、時折でスパイラルをわざと出さないで中足で止めるっていう選択肢もね、混ぜてるのが素晴らしいと思います。さあベガサイス探す。いやー絶妙な間合いで肘当てきますね。出よ、あっと、おそらく今裏行くと思ってタメが完了してなかったのかな。やっぱりためってかもしれませんね。さあ中堅戦、メリカ電気、さあ電気キャンピスか、レベル A かな、パーカット弾いたヒット。さあ残念したら速い、あと最初の全然ミスか、もしくは発動かもしれないですね。あーなるほど、はい。うまっ、何このイケメン。多分今上ショットしか入らない場合だったのかもしれません、ね、そうですね、下だったら多分キャノンじゃないと入らない。上ショットも確か3フレぐらい早いですよね、下ショットより、うん、あと鏡台キックところに前転からジャペガクレイド。さあ小判から発動、これはレンガ、おっおっすげえ、マジで、すごっ、超痛いっすね最後の、はい、
はしねえ。しかもちゃんと割ってからちゃんとね、大キック大キック大キックで痛いので入れてくるのはさすがです。おより中パンチになってそれを見てからちゃんと確認したのがすごい。全然で逃げる。もう少しでお互いゲージマックス。伊織側はどうにかしてあと1回ダウンを奪いたい。あっ中銀はどうにかして来る前に勝負をつけたい。さあ歩いて投げ、この踏み込み投げがマジでうまい。あっあーあっ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 あ。綺麗に今ステップの隙に股間が当たっている感じでしたね。そうですね。さあここまで 3-0。さあまだ先は長いですからね。先は長い。ただそろそろ1本は欲しい。ここで心臓が強いかどうかって結構試されますよね。はい、大体大量のリードされちゃうとね、取り返しつかなくなってそのままずるずるいっちゃう人が多いんですけど、はい、ここでハート強い人はね、せめてまず1本出したい。その首さあ、お互い順番は変わらず、ハイパグダブルに。中足、出しどころがうまい。おっと、ヘッドプレス対策の対策のデビルリバースか。あと、めり込むと立ち瞬間からコンボが確定。もう、ここからカウンストライクを重ねて、うまい。中足にダブルミーを仕込んで、そこから折り込んで拾う。さっきダブルミーの隙に中足スパイラルで反撃したんですよ。で、もうちょっと見ると8周パンチでスパイラルやったんですよ。なるほど、そこら辺で少しダメージアップしてるのかね。いやさすがミスター最適解だ。自称するだけはありますちゃんと使い分けてんだもんな、最大。うまい、立ち首。そう、立ち中盤、しゃがみ中盤、この使い分けが大事なんですが、こんなところに逃さずレベル2キャノンアパカ。そう、これはほぼお互い五分の対戦でしょう。あと、あ、ゲージがまだない。行くブッシュ。さあそのガードゲージがやばいが、うまい、空中くらい。さあどうする、ギリギリまで待って、まあ、割れたが、まあそこまでダメージはなかった。さあしっかり置く。ただサガットはゲージマックスでワンミスから7割の体力は飛ぶ。うまい、電気を回復で置く。もう一回置く。あのブランカの小技からの暴れ潰しの電気、たぶん肘で暴れてガード間に合わせるってのはさすがですね。そうですね、あれ腰で暴れてる人は電気食らっちゃうんですよ、はい、ギリギリで。ただあのブランカもちゃんと中電気にすればいけますよ。なるほど、強電気なく中電気とかにすれば、はい、そうです。うまい、スラム。あんた、うまい、最大半角。多分投げかリレーの股間をやろうとしたのかの前にキクの股間が下がって、そこからコンボ。オリコン溜まってレグルに現状しますからね。あれはそうです、懸命判断。どうする、おい、
光る。さあしっかり最後で八乙女を入れて、おっと、さあうまい、逃げたとこちゃんとしゃがみダイバーで追いかける。うまい、おお、うまい、ヘップコパン。ランさんはあのコパンからコパンをあのカウンターヒットの時だけ連続ヒットするぐらいのタイミングで押してるのがうまいです。そうですね、あのタイミングはなかなか割り込みとか暴れづらいですね。毎回あのタイミングを意識して押せてるのが本当すごいなと。カウンターヒットした時は、ね、ギリギリちゃんと繋がってるんですよね。なるほど。小足青花までちゃんと繋いで、あれ上レッパにしてても地上で当たりますからね。あーですね、リガードの後に、はいはいはい、ギリギリ動けるタイミングがあるんですよ。いやらしいですね。それを毎回コンビニでやってるのは本当すごいなと。いやらしいな、大阪の帝王。でそれに空風もありますからね、よりはね、やっぱり。やっぱピンクルやっぱりよりかなり強いですよね。さあ、一本ガンが取り返してスコアは3対1。こっからダンさんは乗っていきたいですよね。そうですね、はい。ただキクもそれを許すわけがないですよ。さあ、順番変わる。うまい。デビルバーを見てからスパイラルで割り込む。ストライク。ストライク。そう、見てからちゃんとスパイラルで反撃してるのはやっぱさすがですね。感覚が振り向き勝利が出なかったか。あとここ乗れた。あれ、あうまく空中くらいで逃げて、まあ、投げ一発は安い。あと今度はキスを漏らした。マジか、すげえ、マジか、そんなの。うまい。おっと、どうする？前に出る。ちょっとキャビが利用してるか。いや、これ最後にサイコクラッシュを出すのか出さないのか。あーあああ最後の1フレーム何が起きるか分かんないですね。さあ一度と残した目が、これマジ怖い。いやよくあそこでコパン出しましたね。いや、発想されてたら大惨事ですね。おっと、さっき言ったがガードが間に合う。さあさすがキックさん、なかなか折り込み当たりませんね。防御のチラシはキクさんはマジでうまいんですよ、オリコン絡みの。それを遺憾なく発揮してる感じですね。あーこれ痛い、上から引っかかってこれは痛い。さらに距離が、おーすごい、おっ、どうなのかってたか。優勢なのはキク、しっかり空中ガード。スライディング、さあしっかりしゃがみたいパンチで落とす。スライディングで潜って、さあゼロ感、あごめん、バーカン。なるほど、やべえ、俺ゼロ感の癖がなんで出るなんでゼロ感の癖が。This is gonna be a match to remember. Fight. まあいいや、許して。うまい、しっかり上は見ている。あとガンさんの強さってちゃんと
サイズ昇竜拳で落とせるとか、ちゃんと昇竜拳で落とすんですよね。全キャンだけに頼らない立ち回り、それがガンさんの強みだと思います。うまい。そこの先っぽを当てるか。あった、振り向き昇竜がミスったか。危ない。アイダイキック2連発。あれは下段を透かすので結構下段が主力のキャラには強い。もう一回出る。あっと、まだ分からない。あ、ゲージ触っちゃいますね、これ。あ、投げる。あのヘッドプレスにキャミで見てから垂直ジャンプは、あれ C ガミだからこそ、あの結構見てからできるっていうのもありますよね、離陸が早いので。はい、K キャミとかね、ショージャンプのグループだとね、どうしてもあの先読みがちで、ね、垂直ジャンプをしなきゃいけなくなっちゃうんで、見てからできなくはないけど相当難しいと思います。 C キャミはね、ああやってヘタとデビルリバースのお仕置き候補なんかあるかもしれません。垂直ジャンプしながら。命が惜しくて。ターゲットコンファームド。Live and let die。さあ、ここまで順番。ファイト。ファイト。さあ、やはり序盤は怪我が苦しい。だから序盤を抑えれば、あとは怪我も対等に戦える。この前どうにかしたい。裏から投げて、ここでマックスかかる。さあ、この体力差だが、オリコンが入ればキャミーは死ぬ。ナイスガード。さあ、デジモンもしっかりガード。さあ、このキャミーの発射キック当たるか当たらないかぐらいの間合い、一番きつい間合いです、ベガの。そうですね。おっと、うまい。空中ガードはちゃんとしっかり叩き落とす。おっと、裏間振り向け昇竜がスパイラルに負けたが当たる。弱中からローリンが溜まってなかったか。空投げ、あれは受け身を取り出してた。取りたい取りたが勝ちだが、取ると確定。今の電気タイプとかも対空弱電気とか難しい。そうですね、僕できないんであんまりやんないですあれ。はい、うまい。ジャック、ジャック、バーチカル。スライディング、ジャック、ジャック、ジャック、1フレーム押しをつなぐ。おっと、危なかったが、ここで前転が入って、ジャック、ジャック、ジャック、レベル2レイドからダイヤパカー。そうですね、はい、さすがミスター最適解。おっ、ジャクジャクジャクで割り込んだが、レイドはレベル1。
前転はしっかり 裏でもしっかり反撃。あっと上に上に出してしまって、Go for broke. Fight. ここはもうどうにかしてチャンスを作るしかない。おっと中段が当たる、危ない。うわ、うまい。ちょっと確認して、あっちょっと欲張ってしまった。おっ、追いついてきたが、どうする鈴風。最後の最後で鈴風。キクさんは股間を出していたそうだが、シャガットの肘って肘の方でしゃがんでたら当たらないんですけど、肘が前に歩きながら股間出してる、肘が上がるって、そうですね、はいはいはい、しかもあれ完全にガン対策なんじゃないんでしょうか。はい、さあガンさんが2本取り返して、今のところのスコアはキクが4、ガンが2。This battle is about to explode. Fight! It will come before the storm as the round begins. ニアツガードするとスパイラルが確定してしまう。うわっ、あれ出すの。いや俺あれできないんですけど、あのストライク重ねに対して、そうカプチュアリティは引き倒したんですよ、ね、そう、あと危ない危ない、あと1ドット。なんかお互いコンボチャンスあったが致命傷にはならず、あとここで落としてしまった、ちょっともったいない。あさあ、ただこれまでのキクさんのキャンプのプレッシャーが強いわけですね。はい、ですね、はい、うまい、フルミキアパカさあ、めくりすげえいいところで飛ぶよね、この人絶妙な感じでしたね。そう、動かすんだけどさ、表の音なんじゃないかねっていうぐらい。そうあとね、やっぱね、飛びのタイミングがね、マジでうまい。こっちが技を出しそうなところを予測してるのか、誘ってるのか、まあ両方だと思うんですけど、このタイミングが超うまいんですよね、キクさん。壊し空振りからの上キャノン、あれは多分空爆になると思う、当たり前みたいな感じになると思うんですよね。あれ攻撃出してなかったら安定に空爆できますか、安定し、いやレベルにはちょっと難しいです、あれはちょっと難しい、難しい、見てからはちょっときつい。さあスライディングがちょっとでもめり込むと、サガットはタッチキックで反撃。今のはブランカーの空爆するのは相当勇気いますよね、ガウされたら寄がね、そのままやられちゃうっていう可能性がない。そうなんですね、はい、寄のために残したと言ってもいいでしょう。さあ、ちょいよりは近づきたいが、サガットは近づかせたくない、こんな感じの動きですね、両者。ステップから折り込まそう。おっと、ヤオトメが出ない、ちょっとヤオトメとか若干目立つ気がしますが、まあなんとか
結果オーライでしょう。あぶない。おっと、お互いこのね、青山のは2発やるのか3発やるのかっていうのは微妙な読み合いがあるんでね。そうですね、やってる2人だからこそ分からないみたいな。周囲はあの両対応みたいな選択肢ないですよね、はい、おっとお互い漏れとか、お互いミス。前中盤から青山の入れて、さあこれは前回のメンバー1本狙いだと。これはしょうがない。あ、知らなかった。あ、これは大丈夫なんか、射程圏内。あぶねえ、あぶねえ。今、キクさんも反応できませんでしたね。とっさに飛ぶジャンプになると思わなくて、あれ、反応できればね、気候症で殺し圏内だったんですけど、なかなかあれはとっさに空中ヒットは反応難しい。いやでも今のはキヤキヤもんですよね。さあガンさんが星をも上げてきて、今のところスコアは4対3。最初3-0だったね。あそこからそうですね、はい。さあ10先はここからが面白いです。この辺からがこっからね、また離されるそうですね、はい、られて実際はね、やる人の組み合わせでもね、いろんなドラマがあるんでね、やっぱりこういうのは本当に面白いと思います。経験者語りますね。村井さんも今度誰かとやっていいんだよ。なんでお前に勝てるかな。いや、俺とやるのはいいのかよ。さあおっと、ダイ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 、あと、おっと、まだピオリチが続いていた。ピオリチ計算しっかりしてましたね。そうですね、当たればピオルと判断して、まあ、ギリギリ解除されるかどうかも瀬戸際だったと思うんですけど、おっと、このジャンパン回復、あと今度は引きつけてジャンパンをジャンプ大パンチで勝つ感じか。さあ、またピオルス。今大大中ってやろうとすると届かないと判断して、今大系大系で作られてましたね。本当にいちいち最適解でムカつくわ。今密着で希望値離れてたのを確認した。大系大系してさあ、スカイラーローも受け身取りたいがちなんですけど、一つ仕事やっぱ次のスカイラーローが勝ってきてしまうんで、さあ、ここはもう南側に祈るしかありません。お、補正を切った。これ待って、うまっ。なるほど、補正切って、まそういう割り方もあるんだ。やばいね、今のやばいですね、これは。いや、あれね、相当練習したと思うよ。あんなのできねえって。うまい振り向き恐竜。さあ、もう一回来た。あ、すごいな。そしてすげえなこれ。ナイスさんの口からやべえなって今日めっちゃ出ますね。おおっと、ナイスガード。投げる。ここは前転で、前転をちゃんとしっかり大パン攻撃。はい、じゃあ、はい、5試合経過しまして、ルール上、交代です。で、この後はあの決着がつくまで、席の交代はありません。ごめんなさい、ちょっとだけ待ってください、ちょっとだけ。ちょっとだけ
いやーすごいっすね。レベルが高すぎて見てる方も疲れてきますよこれ。はい、どうぞ。はい、じゃあ、今のところスコアは 5-3 でキクさんです。さあお互いのいいタイミングで始めてください。 This is the first dream event of the 21st century. If you choose the wrong groove, you may great. I knew that groove was in your heart. Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly anticipating this event. And now, oh man, are you ready for this? さあここまで5-3。 Keep rocking that.さあ今度は入れ替えて 1P が付く 2P がガーになります。ファイト。次は甘いサイドゲッショー。チューチュー、もし中間チューアスパイラル。次は甘いサイドゲッショー。チューチューサイクラッシャー。本来チューチューはね、あの猶予ゼロフレの見押しなんですけどね、持続が当たればね、たくさん猶予ができてとても便利な技です。出来上がり方にはね、相手が強いのもないときかなと。ファイコ、さあ今度ガンさんが甘いサイコクッション。さあちゃんと削りはしっかりチェックしておりますね。ちょっとガンさんは体力マックス。さあここでオリコンを当てればだいぶ優勢に進められる。あ、珍しいですね、今溜めてなかった。そうですね、たぶんキクさんが回復できなかったのはちょっとびっくりしたんでしょうかね。さあおお、ジャクジャク9。さあ投げて、あー、攻撃ミスかな。そうですね、そこしっかり反撃。あと、押し、多分あれ、しゃがみくらい限定のコンボなんですかね。そうですね、中弱中ってのは、はい、しゃがんだ時に、でかいキャラだけ中弱中が入ります。ブッシュ。シーサーバックって本来空中ガードがあるんで、ブッシュってね、空中ガードされてるんですけど、それでもやっぱりフィーティングだけやめなきゃありますよね。そうなんですよね、下手な角度でガードされると着地にキャノンが間に合っちゃうんで、なかなか出したくても出せないですね。出したいんですけど。やばい、空対空。ダイパンからガードですぐ止めて投げる。ここ芸術コースに倒したらかなり美味しい。弱中振り向きをガードする。あとここが削りに行く。ダメージにしたブランカに真上から飛んで全キャン電源で入れ替わるとこの位置ちゃんと反対側にガードしたら実はすごいあれ流れ見たできないできない、はい、
歩いてきたところに強気でさあジャンプ召喚からあとミスって今度はキクの番あとまだわかんないまだ一発あるわかすがないおっとあさらにキックで全手を合わすあれはイオリがもう難しいんですよねあのイオリは弱3発刻んだ青葉のコンボと2発と1発刻んだ青葉のコンボを全て練習しておかなきゃいけないですよ ね、はい、そうですねあの距離によって使い分けなきゃいけないんではい、じゃあここで投票の結果なんですけども、すごいです10対9ですで、ガンさんが10票キクさんが9票ですおもうほぼ5分投票もほぼ5分さあさ あどうぞはいどうぞ いいところまで持っていってるんで、あそれはちょっと厳しい。さあ、Cキャミンの強さをどんぶんに生かしてますね。そうなんですよ。俺が早いから、簡単に水平ジャンプされちゃう。うまい。前傾で投げて、さあ前キャン中盤に。おっと、ジャックさんカウンター中中。本来ジャックからシュってあれ、スネゲのすっげえ難しいことなんですけどね。カウンターヒットなの。そうですね。カウンターだから今できたって感じですよね。はい、ちゃんと裏を見てるのがすごい。この誘い方がね、マジで上手いんですよ、キクさんは。おもむろにジャンプして寄ってきますからね。あっと、あっ、伸びが入ったか。あの攻撃出す直前に当たってくれちゃうとね、あのヒットかけに難しいんですよね、コンボ攻撃なかなか難しい。そんな瞬間にね、大攻撃とか絡めてくれてるのは余裕なんですけど、ああいうのは結構難しいです。お、下キャノン、まあ、当たって結果オーライだと思いますが、さあジャックジャックジャック、ここから中アパカ、あれ多分アパカ出そうとしてなんか下ショタロンとか出たような気もする可能性は出ないです。いやこのキクサガットの飛びの嗅覚がやばいっすね。ほら。うまい。いやー強い。あっと前線から投げる。さあここまでキックが7、ランが3。さあ先ほどよりも差が少しまた開いて。そうですね。ここからはい。どう修正するのか。
やでもね、キクさんのね、飛びのね、空間が本当にやべえです。飛びと前転の高く、飛びと前転が刺さりすぎ。This battle is about to explode. ここで攻撃を打つっていうのを分かってやってる感じがする。おっと、行ってくれる。惜しい。ただ位置を入れ替えて、これはちょっとまずい。あ、逃げられない。これはちょっときつい。こうやってベガの行動を一つ一つに対して答える、あの危機感を持ってるんで動けねえです。あっ、引っかかってしっかりダイフランでヒット確認して、スパイラルをちゃんと足元当たる確認して、ダイフランスパイラルを落ちてます。そうですね、状況確認も完璧ですよね。もっと当たって、あった、電気をミスってしまう。どんどん、さあ、もしくはしっかり端から逃さない。おっと、投げ返す。守り切った。あとレベル2、あ、もともとガードさせて削るつもりだったのかなと思ったら当たっちゃったみたいな。そうですね、まあ、全然悪くはないんですが、やっぱ最適解としては最適な答えを出したいそんな感じがします。うまい。タッチダイフ1区の2人にタッチダイフ1上家の、あと終わりのジャンプランが裏に行ってしまう。さあ手出したところ光る。遊び終わりだ。そして死ね。おっと、中段ちゃんとガードする。立ちガードしたっぽいっすね。そうですね、一瞬しゃがんで立ちガードみたいな、はい、さあこれまた変な技が、一発で当たると勝負が決まる。うまい、コンパンカウンターからジャックジャック。Go for broke。 さあただ依然として厳しい状況が続く。これもワンミスで勝負が決まる体力。なんとかそうなる前にゲージを貯めたいが、いやいや厳しいところか。おお、うまい。よく投げ出しますね。あっと、あっ、歩いてキック投げ、投げ投げする。ここで下がった。ほっ、あった。あー、今レベル3組なかったっぽいですね。なかった。転がして、おお1ポイントで無敵が来るんですか。まだ終わんない。
これは厳しい。いやー、先ほどの下がった対寄りで、中間距離でデオキャノンってた後、タイガーショットを重ねて必殺技でダメージを少しでも、ね、稼ぐっていう選択肢もあるんですけど、うん、あえてタイガークラッシュでライン上げたのはそれだけより画面端に攻められた時、追い詰められた時にきついから、あえてショットで削るよりもタイガークラッシュ2回でラインを上げるっていう方向を考えたのかなって、うん、ありえますね。本来近寄ったら近寄らなければ勝てない相手だったらタイガーショットを重ねる選択肢もあるんです。なるほど、タイガークラッシュ2回出したのはそういう意味なのかなっていう。ビオライトにはライン稼いだ方が絶対勝てるみたいな。深いね。A よりだからこそやったんだと思う。ライン上げるのはね、キャラによっては相当大事なことはあります。サガットはね、反対側に逃げるみたいな選択肢はないんです。この状況からどうやって抜けるか。うまい、ヘルアタック。ここでゲージを食べる。あった、ちょうどレベルにたまる。おっと、追いかけるが、あっと、しかも分からない。ベガのサイコに毎回キャノスのように反撃するキックスパすごいですね。そうですね、あれ距離によってサイコって当たる回数が違うから勝利で反撃するってすごい難しいよね。よくあそこにキャノスパイク出すな。いやだって最適解ですみんな最適解分かってもね、あれはなかなか出せないですよ。バンサーの WB からの前転の勝利がなかなか見たいですよね。さあ、立ち合いキック。さあ、リバーサル最高。うまい。あと、若干届かなかったが。もう少しで止まる。止まった。さあ、どうする？甘い。さあ、こんな前転が発動。さあ、おっと。オリコン終了してから割るつもりだったんだろうけど、そうですね、はい、裏目出ちゃうんだね。ダブルアップやりたかったと思うんですけど、ナイスガード。さあ、ただリードしてるのはバンさん。さあ、飛びが入ってうまい。何度も前転は通さねえと。ナイス反撃です。Live and let die. Fight. おーって、なんだ。あれ、タイミングバッチリじゃないとなかなかできないですよね。あと距離が空いてしまって、これは痛い。ブランカは下段中心の技がどうしても多くなっちゃうんで、ここを、ね、大キックで置かれるとやっぱ分が悪い。逆に立ち直りパンとかそういう大振りの技をやらないといけなくて、そうすると今度チュンリーの前転や飛びが刺さった時のリスクが高すぎるし、終わる瞬間まで空中で行くから、そうなんです、中心的な感じで難しいと言ってる間に中間から最大コンドを決めて、あっあっ、さあただガンの狙いはこれだ。まあちょっと安いが押し切るのは、あっ、さあしっかり落とす。あと割り込んだ。いや、あくまで強気ですね、この最適解。今は、9対3です。マッチポイントですね。マッチポイントになってしまいました。
さあガンさん、こっから7連勝しないと勝てない。いや苦しいけどガンさんならやってくれるかもしれませんね。そうですね。さあキスはあと1試合を取ればイオリで鬼焼き湯であえて大じゃなくて中鬼焼きするのは、あの無敵時間の長さ的に中鬼の方が対空しやすいってことなんですけど、それ以外にあの裏表の表裏タックが仕掛けやすいっていうことで継続力を重視して中鬼に対抗してる。まあ大鬼焼きはもう離れすぎて密着で補給できないですよね。This is gonna be a match to remember. Fight. さあ、後がないガン。おっと。さあ、ここガード。ちょっと最後は漏れてしまって。うまい。逃げたいキック。さあ、ステップは通さない。さあ、ここだ。ここが一番。そう。とりあえず逃げる。さあこれはおっと危ない、危ない。あっこで中盤部の技を出すと神話式レベル1が飛んでくる。甘い。さあ相手攻めにはいかず、今のはホバー確認でスパイラル来るのを誘ったのかもしれないですね。ですね、可能性はあります、全然あります。さあ、あと一発当てたいところだが、あっ、うまい。ダッシュキックを当てる。敗北者に。This battle is about to explode. Fight! さあ、中足が当たる。おっと、バックステップしたが回避は出さず、珍しい。おっと、ここで誘って、ちゃんと画面近い方を選んでホバーの後でここを置くのが素晴らしかったです。そうですね、これはミスは最適解ですね。ガーサも最適解ですね、はい、負けてないですね、最適解。最適解だ、最適解、はい、さあこれもキャミーと同様ベガが使う技があまりないのですげえ厳しい端っこになると。まあまあ削りいいでしょう。1ゲージを使わせてかつこっちはゲージが少し溜まる。あえてガーディアンしなかったらそれだけで映像がオリコン持ってる持ってるね、だいぶあの、はい、地上戦の制圧力変わりますからね、はい、しかもまだ一緒にグランカーよりも2体いるんでそのうちのどっちかでオリコン当てれば。おっと、危ない。おっと、すごい、ゲットで危ない。この大キックの使いどころがマジでうまい、うまい、大キック。さあ、足払い削る。さあ、逃げるか。スライディングもう一回歩き、若干カウンター下げる、カウンターから、あ、なるほど、砲翼じゃなくてあえてスピバで削っていく。そうですね、最適解ですからね。あのチュンクのしゃがないパンチを振るのもかなり勇気いるんですけどね。そうなんですね、折りこもったブランカにハートの位置のことで差し替え処理とかでいったんですよ。ここは絶対負けられないか。あっ、逃がしてしまう。危ない。
どうなる。あっとあっと危ない危ない。まあ最低限反撃ができてる。どうなる。おお、いやあ、あの百裂にダイブ一発とかもう心がいっぱいいっぱいだったかもしれません。もうどうしようどうしようみたいな気持ちで振ったのかもしれません。いやあ、よかった。じゃあ勝者10対3でキクさんの勝ちです。拍手。